皆さんこんにちは、釣れない釣りログの秋です。私は今神奈川県にある城ヶ島に向かっているところです。今日の兆候もチーム弟を召喚しました。今日は生まれて初めての深瀬釣りにも挑戦していきます。釣り具屋さんによって餌や必要な道具を購入してきました。城ヶ島に到着しました。この日は平日でしたが、駐車場はまあまあ埋まっていました。車を止めて釣り場まで歩いて向かいます。少し歩くと海が見えてきました。釣り場に到着したので早速準備していきます。まずは釣り具屋さんで半解凍にしていただいたコマセをスコップで崩していきます。様子を見ながらお水を入れていきます。この粉みたいな餌も混ぜていくらしいです。いつも青い染めでの釣りに慣れている私にとって、なかなか難易度の高い釣りだなと思いました。ようやく竿の準備に入っていきます。今回使っていく仕掛けはこちらです。最初から手こずりましたが、なんとか仕掛けを準備することができました。針にはエビ餌をつけていきます。遠くに投げるのがとにかく苦手なので、手前に投げて遊ぶことにします。しばらく遊んでみたのですが、浮きが沈む気がしないので、私はブラクリで遊んでみることにします。軽く投げて底を探ってみます。時間なのか場所なのか、当たりが全然ありません。海の中の様子が気になるので、水中の様子を見てみましょう。冬になって気温が下がってきたからでしょうか。水が澄んでいてとても透き通って見えます。
で売っていたサバを切り身にして持ってきました。こちらを餌にしてブラクリをしていきたいと思います。当たりがある気がするのですが、うまく合わせられない。そう思っていた次の瞬間、いきなり海の中に引き込まれるようなあたりが。じりじりとドラグの出る音だけが響きます。何もできず、ただただ引っ張られてしまいます。というタイミングで一気に巻き上げます。がしかし、ナイスファイト。とっても悔しい、忘れられない思い出になりました。大物との格闘を終え、興奮状態だった心臓が少し収まってきました。少し疲れたのでランチタイムとします。今日はカフェをオープンしていきます。その上にお好みの食パンを置きます。お好みの具材を入れていきます。マヨネーズを適当に塗ってハムを挟んでいきます。あとはチーズを置いて閉じるだけです。初めてのホットサンド作り、うまくできたでしょうか。半分にカットして盛り付けたら完成です。居酒屋だけでなく、カフェもたまにはいいなと思いました。